中田翔、すごくね。ようやっとる。2000本筆頭だったのに暴力振るってからダボは振るわなくなったわね。中日で1500安打って森の依頼か。中島、ハイブリッド TO からもっとできたよ。中先般札幌ドーム2000本安打はきつそうやな。100打点5回は地味にすごい。ガニ股打法は何やったんや。なんで使われなくなったの。どうせ弱いんだし、びっくり箱用に置いとけばいいのに。怪我ばっかり。ようやっとるけど、素材考えたら育成失敗やと思ってるやつ多そう。札幌がね、昔からほぼヤクルト池山だと思ってた。池山304本、898打点、262、331、473、804。中田307本、1083打点、249、317、441、757。だいぶ離れてきちゃったな。貞治の再来と言われた清原は足の遅いピッコにしかなれなかった。清原の再来と言われた中田は池山のバージョン違いにしかなれなかった。キャンプで大スター迎え入れたかのように舞い上がってたまとこ行った。そんなんいたのか。仕切れないから大混乱。三倍打点2期、にっこり。2161667676の美しさよ。前席を札幌ドームで過ごしたのだな。巨人行ったら復活してたし、最初から別の球団やったらどうなってたのか。